まだキャンプシーズンないんかな。多分前なんかわさびソフトクリームみたいなの食べてたような気がする。まだなんだ、うん、カフェって書いてる。やばい、バスケットコートがなかったら何もすることないわ。水中動画なんだ。あ、水中だけちょっと撮っていい？うん、魚おらんやだこれどうすれ。 Thank you。 どうも、太田先生です。今日はちょっと水中の動画を撮ってみようと思います。昨日ね、一瞬だけ水中を撮影してみたんですが、なんか面白そうだなと思ったので、今日はこの川を、ちょっと撮ってみようと思います。ではレッツゴはい、今編集してみて水中動画を確認してみたんですけど、まあ綺麗に撮れてたかなと思います。で、今ちょっと喉の調子が悪くて、ちょっと低い声にガラガラ声になってますが、ちょっとこのままいきます。で、なんかね、魚とか撮れてるかなと思ったんですけど、まあこの時期なんでね、まだ水温も低かったので、何も映ってませんでしたね。もうちょっと暖かくなったらもしかしたら、生き物が、魚とかが映るかなと思います。まあまた暖かくなったら海とか川とか行ってみようと思います。で、今回、まあこういうもの、これに、ね、これ水中用です。のカバーです。これに、このカメラを、ソニーのアクションカムを入れて、水につけて、こうやってつけて撮ってみたんですけど、まあそこまでは良かったんです。で、撮影が終わって、
またこの形に戻すときにカメラを落としてしまったんです。こんな感じで、なので割れてしまいました。でもまあ不幸中の幸いというか、まあこう落ちてったので、これカバーなんです。なのでこれだけ被害は最小限に抑えられた。これがまあこれ割れちゃったんですけど、こっちが生き残ったのでまあ良かったです。でこれ横に落としてて、このね液晶の部分が壊れたりしたらもうちょっともう買い替えかなとか思ったんですけど、まあ良かったです。全然大丈夫でした。危なかったですね。あの外でやるときもう立ってやったからこんなことになったんですけど、まあしっかりあの低い体勢でやるべきだなとか、あとはもうその外でやらずに家に帰ってやればよかったなとかね、あのいろいろ反省点はありました。まああのそこに気をつけて次回はやろうと思います。ここはねあの Amazon でまだ買えるので大丈夫です。といった感じで今回はあの水中撮影してみて、まあ試しにっていう感じだったんですけど、やってみて、まああの夏に暖かくなってからの海に行きたいというか川に行きたい、そんな感じです。あとはこのカメラ気をつけようと思いました。ではまた次の動画で、さよなら。